エステル、ヨシオのファルコム空の奇跡ラジオ。こんにちは、英雄伝説空の奇跡 FC エボリューションでエステルブライトを演じています神田明美です。こんにちは、英雄伝説空の奇跡 FC エボリューション、吉田ブライトの佐々木美月です。この番組は好評発売中の空の奇跡 FC エボリューションに関する情報や数あるファルコム作品について語っていく番組です。はいはい、ここでしか聞けない作品の裏話や最新ニュース、皆様からいただいたお便りご紹介していきます。ホムホム。ということで、なんとこのラジオ始まって10回目です。ほらまあ来ましたよ。あらあらあら、2桁来ましたよ。本当ですね。ありがたい、ありがたい。早いですね。早いね。なんか気づいたら10回目になってましたけれども。そうですね。そのうちにもう SC の発売だったりとか、うん、もう決まってね、お知らせできたしとか、うん、そうなんですよ。しかも大事なこれ言わなきゃ。まずこれ言いますか。これまず言いましょう。はい、いいですよ。今回の配信日から5日後には、うん、皆さんが待ちに待った東京ザナドゥの発売日です。おめでとうございます。おめでとうございます。そっか、なんか、はい、ずっと言ってて、あ、どんな作品なんだろうねみたいな感じに言ってたのから、はい、もうとうとう来ましたよ。そうです、一時はライバルねなんて言ってたんですけれども、いや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 、ね、相乗効果でね。そうです、もっと全部が盛り上がってほしいですから。はい、ファルコム初の現代劇ということで、うん、本社のある立川に似たね、あえて似た情景もあり、はい、見ているだけでもワクワクするという、うん、あ、本当だね、聖地巡礼したくなりますね。確かにね。そうだね。あ、ここがそうなのかなとか、うん、だからあのほら、あの先週言ってたオリオン消防さんとかね、はいはいはい、あるから、そこもこうちょっと見て歩いたりとか楽しそうですよね。うん、なんかファン同士で集まれたりするかもしれないしね。本当ですね。あ、やってんすかやってんすかみたいなね、話ができる。はい、美しいムービーに爽快なバトルシーン、ストーリーの結末や謎も気になります。だって、うん、そうでしょうね。それはそうでしょうね。まだみんなほらどうなるか全く読めてないっていう時だからね。そうですね。ワクワクしてるだけだからね、今ね、まだね。本当ですね。うん、でも自分たちの住んでいる町とか、まあ、東京ってついてる、うん、まあ、字は違いますけど、うんうん、まあね、世界に近いっていうのってやっぱりちょっとワクワクしますよね。そうだね。だからあの行ってここかなって確かめたりとか、写真撮ったりとか、そういう気持ち、なんかどの作品とかいろんな作品であるけど、うん、分かるなと思うんだよね。うん、自分が実際ここで戦ったんだぜみたいな、そうな気持ちになれるっていうのが ね、 ね、はい、まあ、公開できる情報なんかが、ね、うん、あればラジオでもお伝えしていていきたいとは思うんですけれども。そうだね。もうせっかくだからどんどん、はい、やっていきたいなと思いますね。はい、盛り上がりたいですね。はい、今回のラジオも新作東京ザナドゥ同様、ワクワクドキドキ盛りだくさんで10回目ですからね。はい、さらに、まあ、盛り上げてね、お送りしていきますので、お楽しみに。はい、どうしましょう。普通歌は、はい、じゃあ行ってみましょう。じゃあ、はい、行きましょうか。はい、ゆずっぱさんからいただきました。ありがとうございます。はい、神田さん、さいがさん、どうもこんにちは。こんにちは。私が奇跡シリーズが大好きになったのは、うんうん、お父さんがきっかけです。うんうん、当時まだ私は小学生で、ゲームが好きでよくお父さんがいない間に隠れてやっていました。でもその後バレてしまったけど、お父さんは私にやっていたゲーム空の奇跡 SC をもらいました。うんうん、そこから奇跡シリーズが大好きになって、自分のお小遣いで買ったのが懐かしいです。今は空の奇跡 FC エボリューションを頑張ってプレイしています。はい、今度12月に空の奇跡 SC エボリューションが発売されるのがとっても待ち遠しいです。これからもお体に気をつけて頑張ってください。長文失礼しました、ということでね。ありがたいですね、お父さんからね。うん、結構ね、そういったあの楽しみですっていう人たちが多いので、はい、本当あのまだ全然いくつか紹介できますよね、きっとね。大丈夫ですかね。いきますかね。はい、はい、あのリーシャーマオ大好きさんから、ありがとうございます。そうなんですけども、さやさん、神田さん、こんにちは。こんにちは。はじめましての投稿ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく聞いております。はい、私が空の奇跡と出会ったのは PSP の FC が最初でした。パソコンじゃなくて PSP の子ね。はい、それからこんなに面白いゲームがあったんだと感動しました。はい、それからは奇跡シリーズ全作品をプレイしています。ありがとうございます。さやかさんと神田さん、他の奇跡シリーズをプレイしたことはありますか。最後に、空の奇跡 SC エボリューション発売決定おめでとうございます。ありがとうございます。こんなにも早く続きができるなんて、今から発売が楽しみです。喜んでくれてるお声をね、いただいてるわけですよ、これ。なんかあのメール読んでると、うん、思いのほか早く SC 来たっていう人が多かったです ね。もうちょっとこうなんかじらされるかなと思ったのかもしれないけど、でも FC やったら SC やりたいもん。うん、だってあの終わりだよ。気になって気になって、うん、あそこの終わりでまたなんか
あの1年とか待たされたら、はい、みんなもうジリジリして買うよ、あの先週の人みたいに。あ、そうですよね、エボじゃない方買っちゃうよ、うんうん、声とかあんま入ってない方をまずやっちゃってで、またってなっちゃうから、ね、大変なことになるんで、だからその、はい、その辺はもうユーザーに優しいファルコムさんですから。本当ですね、出すってことに。まあ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 、でもザナドゥやりながらも、うん、その SC 待っていただいてみたいなのもいい流れですよね、うんうんうん、そうだよね、はい、もう一つぐらいいきますかこれね。あ、じゃあこれかな、うん、はい、ルカさんからいただきました、はい、ありがとうございます。神田さん、さいがさん、はじめまして、こんにちは。こんにちは、はじめまして。先日ついにソライボをクリアしました。おめでとう。おめでとう、クリアして真っ先に頭に浮かんだのは、うん、10年前にプレイしたパソコン版のこと。当時私はエンディングがどうなるか全く知らずにプレイしていました、うんうん、そうだろうね。おかげでお二人が言うところのヨシュアの問題行動です衝撃のあまり放心状態に、はい、思わず画面に向かってヨシュアと叫んで号泣SC 発売までがものすごく長く感じられました、うん、今回は12月に SC の発売が決定しているのでほっとしつつとても楽しみです、うん、お二人は続編が気になって仕方なくなったゲームやアニメの思い出などありますか？もしあれば教えてくださいということなんです。もうでも、うん、もうヨシュアの問題行動ねそりゃそうだよ。まあ多分でも誰もがそう思ってはいるとは思うんだけど、うん、でもちょっと待って、ヨシュア視点から考えてよみんなね、はい、エステルをこれ以上巻き込みたくない、この優しさを考えてよ。考えてくれないかあれそうだよね、分かってる、みんなエステルの味方だもんね。チェ、あ、ヨシュアキュンが落ち込み出したもう常に後ろ向きだから、後ろ向きなことに前向きだから、前向きだからね、そうそうどこ向いてんだか分かんなくなっちゃうんですね。そうだよね、そっか、そこまでハマり込むってゲームやアニメでかあるかな、まあ、あのね、もうほらずっと続いてるシリーズのやつとかね、そういうのだったら、うん、まあ次が出るっつったらわーってなったりとかはあったけど、うん、もう私だってさ、着々とお分かりでしょうけど、うん、積み上げていくゲーム全然できないタイプだから、そうだよね、もうその場でわーってやってあーっつって終わるぐらいかな。そっか、だから続きがあるやつっていうよりはってことか、うん、続編が気になるとかっていうのは、はい、まあだから例えばあのドラマだったりとかね、うん、アニメーションだったりっていうのはここで終わっちゃうのを続き見たいっていうのはあるかもしれないけどってことだね。確かにね、うん、でもそうするといっぱいあるからね、そうなったらね。本当ですね、数限りなく ありますもんね。一緒にやってた作品とかもさ、うん、中途半端で終わるというかさ、いいとこで終わったのが、え、金が出てくるやつ、そういいとこで終わったじゃん、あれ終わりましたね、なんで先ないのみたいな、ありますあります、ね、っていうので言えば続編気になるというか、やってほしいなとか、ね、なんならやってほしいっていうね、そうみたいなのがあったりとかするんでって言ってみれば、ほらこの奇跡シリーズにしてもいろいろこう繋がったりとか、ちょっとちょっとこう、ま、回収できてない伏線もあるじゃないですか、うん、あるし、だからそこになんかちょっとこうスポットを当ててみたりとか、はいろ、はいろやってほしいなと思うから、うん、この奇跡シリーズでもやっぱり気になったままだよなと思います。確かに、でもこんなさ、よしわーっと叫んで号泣してくれるんですよ、ありがたいね、ありがたいですよ本当に、ね、でも結構実際にね、やってても泣きながらやっちゃうところとかいっぱいありましたね、うん、なんか自分で演じててね、まあでもそうだね、涙が出てきちゃうところとかね、こっちは抑えなきゃいけないから、すごい抑える方でやってた、だから心で泣くけど口は出さないみたいな、口には出さないみたいなことをやってたなって気がするんで、だからいろいろ思ってるんだって、よしはだって分かった分かったいいんだ、分かってくれなくてもいいんだでね、はい、ということでね、たくさんのね期待するねメールいただきましたんで、はい、ありがとうございます、いきたいと思います、はい、続いてはこのコーナー、言葉の小箱。このコーナーはエステルとヨシュアがリスナーさんから送られてきた架空のセリフを朗読するという奇跡ファン待望のコーナーです。はい、内容はエステルとヨシュアの会話であること、ただし年齢や状況などの設定は問いません。あなたの妄想空想願望を実現しちゃいます。はい、どんどん実現しております。素敵な作品には1ソラポイント進呈しております。累計5ソラポイントになるとなんと限定アイテムをプレゼントしますということで、結構ね、結構接戦になってきてますよ、だいぶ溜まってきましたよ、はい、皆さん、あの2ポイントの人から言ってみると、殲滅レンちゃん2ポイント、ホワイトライスさん2ポイント、はい、あと、XYZ さん2ポイント、あと原久保先生2ポイン ポイントで、3ポイントの方、水垢さん、シューテンさん、俺のバンナンさんと、おそして ルート B さんがあのねお結構4ポイント溜まってるので、おそろそろ来るんじゃないかなと、どうなるかな思ってるんで、ぜひね頑張っていただきたい。まだまだね1ポイントの人もいっぱいいますし、新しい人も募集してますからね、
はい、じゃあまずは行ってみますか。行ってみましょう。はい。こら待ちなさいってば、卵をよこしなさい。やっと追い詰めたわよ。よし、捕まえたわ。エステル、それは鶏じゃなくてアガットさんだよ。え、あ、本当だ。道理でやたらと目つきの悪い鶏だと思ったのよね。ってこんなことしてる場合じゃないわ。鶏待ちなさい。ひどい、ひどい、ひどい。こんなことしてる場合じゃないわ。だアガットさんの扱いひどいね。アガットさんを捕まえておいて、うん、こんなことしてる場合じゃないわっつって目つき悪いだなんだってひどい文句を言うって。恐ろしい女、恐ろしいですね。さすがですね、本当にね。エステル先輩さすがです。生きていきたい。はい。でも行きましょうかね、次もね。今日の依頼は魔獣の討伐ね。シャイニングポム1体の討伐か。シャイニングポムって見た目が真っ白でふわふわしてて綿飴みたいでとっても美味しくて可愛い魔獣よね。そうだね、確かに可愛い魔獣だよね。あれ、エステル、今一瞬美味しいって聞こえた気がしたんだけど、もしかして食べたの？食べたの？さらっと綿飴とっても美味しくてってカラッと言ったけど大問題です。どんな味だったんだろう。わー、なんか綿飴みたい。パクッパクッ。ちょっと食べてみちゃった思わずってやつですよ ね。美味しかったんじゃないかな、うん、本当に。だからもうなんかこれの討伐ったらウキウキしてるかもしれない、うん、もう一回食ってやるっていう恐ろしい恐ろしいパート2 恐ろしい。エステル恐ろし い。そんな説がいっぱい流れてきた。はい、じゃあ次いきますか。はい。夏ってどうして怪談の話題が必ず出てくるの？嫌になっちゃう。まあ夏の風物詩みたいなものだからね。もう怖くて夜眠れなくなったらどうしてくれんのよ。寝不足はお肌に良くないんだからね。お化けなんて私がまとめてぶっ飛ばしてやるんだから。エステルの方がよっぽど怖いな。いや、また怖いつながりだ怖いつながりがずるずる偶然続いてますけれども。だけどお化けだけはエステルダメだと思うな、ね、でもともと怖いんだもんね。うん、すごい怖がりだから、はい、そういうところが出てきてまとめてぶっ飛ばしてやるんだからって言って暴れてんのかもしれない。だから、うん、あ、もうそれやられたらもう物理的に怖いんですけどっていうことなのかもしれない、うん、そういえば今日思い出した。来る途中に地下鉄乗ったんですけど、うん、はい、地下鉄ってやっぱり密室じゃないですか。そうですね。なんかゴキブリのような、蜂のような、G 的なものか、それともゴキブリが鋭くなって羽がついたみたいなやつが、見たこともない虫が難しいことを言っ、ね、いますね、うん、でたまに飛ぶんですよ、はい、でめっちゃ怖くないですかあれ。怖いけど怖いけど、まあでも要は刺す方の虫だとしたらそれはね、はい、めっちゃ怖くないですか。でもなんとなくここにいる人たちを置いて、うん、次の別の車両に行くには逃げてるような気がすると思ってなんでそんな変なプライドが邪魔してんのなんかもう二駅しか乗らないから我慢我慢するんだ明美って思いながら乗ってきたんですけど降りろよ大丈夫だと思うよ車両移動しても。めっちゃ怖かった。そうなんだ。あ、怖かったな。ちょっと怖いつながりで思い出しちゃったな。まあそんなことよりもエステルの方が怖いです。まあそうかもしれないですね。本当に、はい、じゃあ続きましょうか、はい。敵に囲まれた。扇風鈴で一網打尽にしてやるわ。はあ。エステル、ちょっと待って。痛い痛い。やっと片付いたわね。よしよ、そっちは大丈夫。怪我してる。どうしたのそれ。言えない。エステルの扇風鈴が味方にも当たってるなんて。これ本当にね、思います、うん、やってて思います。結構割とあの範囲広いですもんね。あれバスバスバスってやるじゃない、うん、あの時に絶対これ危ないと思って、なんか助けようと思って横にいた人たちが迷惑を被るっていういい例ですね。本当ですね、まあ、一番それに合っている、被害に合っているであろうヨシア。そうですね、FC やってたらみんなそう思うと当たってる当たってるっつって、あーかわいそうって、絶対これ痛いわみたいな、一緒に飛ばされてるに違いないと思ってるに違いないと思ってます。そうなんだろうなそうだろうな、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、なんだか緊張するわね。
エステルはお酒は初めてだから弱いのを頼もうか、ヨシアと同じのでいいわよ。けど同じの。わかったよ、やめといた方がいいと思うけどな。だからヨシアは、まあ予想はできてたけど。ヨシア飲んでる。あーほらエステル、そろそろお酒は。あらあら、タラごと持ってこい。絶対シェラさんと3人では飲みに行かないようにしよう。大人になったらこうなるかなっていうやつですね、こいつと。辛味酒か、やりそう。サイガさんお酒飲まれますか？飲まないんだよね。飲まないか。ドクターストップも含まって飲まないんだよね。あ、それ酔っ払ったこととかあんまないってことですか？じゃああんまり多分ね好きではないんだと思うよ。あ、お酒、うん、そっか。なんか別にそのなんて言うんだろう、ドクターストップかかる前とかは、はい、普通にちょっと飲んだりとかしてたけど、はい、そこまで興味がなかった。あ、本当ですか、うん、そっか。かんちゃん飲むんだもんね。まあ割と普通に飲めますね。どういうお酒になる人？私ですか、うん、割と変わんなくて顔色も全然変わんないんですけど、うん、ある一定量を越してめっちゃ仲のいい人と飲んでると泣きますよ、うんうん、泣くんや。気づくとなんかある意味厄介。すごい厄介ですよ私多分。いやでもある意味こことあんまり変わらない。やっぱりなんかいろいろとみんなにハイハイってされるタイプかもしれないですね、はい、いいですね。よっぽどですよ、すっごい仲良くならないと、うん、そこまでタガが外れないんですけど。ちょっと面白い。一回みんなやってみますか。はい。じゃあ次いきますよ、はい、空の奇跡エボリューションが発売されて早2ヶ月。そろそろ全国のユーザーたちがクリアしている頃だと思うから、ここでヨシア、あんたに一言言いたいことがあるわ。なんだい、やぶから棒に。全国の女性ユーザーたちを代表して言わせてもらうわ。あのラストはあんまりよ。いやごめん。ごめんで済んだら遊撃士はいらないのよ。あんな人の心に傷つけるようなこと、最終的には見つけ出したからいいようなものの、もしあのまま二度と会えないようならトラウマすぎて私一生彼氏なんてできなかったわよ。本当に傷つけてしまってたんだね。ヨシア、あんたに私を哀れも資格などない。あれ、それ別の人のセリフ。とにかく罰としてこれからしばらく料理当番ね。それから釣りにもスニーカー集めにも付き合ってもらうからね。ずっとずっと一緒にいるんだからね。なんで嬉しそうな顔してんのよ。ちょっと甘いやつ。ちょっと甘いやつだ。最後にちょっと甘いやつ。最後に甘いやつだ。この甘いを入れとかない、時々入れとかないとね。そうですね。危ない危ない。ちょっと甘いのも入れてみたんですけど。本当ですね。可愛いですね。はい、この二人の会話 ね。なので、こんな感じですけども、ありますか。どうですかね。今回ね、最後の甘いのも可愛かったですけどね。そうそう、これはね、これにも差し上げたいと思うんですが、あとね、これはもうゲームやってる身としては入れたいという旋風鈴。ヨシアの気持ちがすごくよくわかる。痛、はい、い痛いってやつね。というんで、これ差し上げたいちょっと思ってるんですけど、どうすかね、これね。いいんじゃないですか。じゃあ、うん、2名の方に、そうですね、お名前発表しますよ。はい、この、嬉しそうな、最後嬉しそうなヨシアをやってくれた人はですね、はい、エステルブラジリアン柔術、難しいな。エステルブラジリアン柔術さん、はい、柔術さん、はい、に1空ポイント差し上げたいのと、はい、はい、あとなんとなんと来ましたよ、これセンプリの人、ルート B さんよっ、5ポイント貯まりましたよ、これおめでとうございます。なんと出ました、とうとう出ましたよ、番組初だ。そうなんです、出ました5ポイント、はい、ね、これはきっとちょっと一番乗りということで、さらにちょっとおめでたいことがあるかもしれないですからね、はい、もうじゃあちょっと特別にみたいなことがあるかもしれないっていうぐらいの期待を込めて、本当おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、5ポイントごとにっていうことになってるから、じゃあ次はまだね、どんどん10ポイントとか貯めていけばっていうのあるんで、ここでゴールじゃないですか、はい、チャンスはありますのでね、はい、皆さんもまだ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 いい感じで貯めていってる方だったりとかね。そうですよ、まだまだありますからね、はい、いらっしゃいますので、ぜひぜひ頑張っていただいて、まずはもうルートビーさんおめでとうございます、おめでとうございます。
ます。はい、コソラポイント。これね、多分あの来そうもう決まったから、はい、来週とかそこあたりにきっとあなんかご褒美がどんなものか発表されるということなんで楽しみですね。私たちも楽しみですね。そうです。なんだろうなんだろうと思ったままなので。はい。ありがとうございました。大箱、中箱、小箱、いろいろありますが、なんかちょっと面白いこと言い始めたぞこれ。なんだなんだ。今急に読んですごいびっくりしちゃった。どうしたの？素敵な言葉の小箱をお待ちしています。以上、言葉の小箱のコーナーでした。ファルコムミュージックライブラリー。大好評のミュージックライブラリー、珠玉のファルコムサウンドをお送りします。それでは僕ヨシアがご紹介します。ファルコムミュージックライブラリー、ラジオネーム冷静ぐなしがゆさんからお便りいただきました。今回リクエストしたいのは暑い時にぴったりの一曲、振り子時計のような音で始まる静かなイントロから徐々に危機感を増していく終盤まで、これぞ幽霊屋敷というメロディーがたまりません。 FM 音源の限られた発音数もホラーっぽさを演出するのに一役買っている気がします。ソラエボプレイ中の方はジェニス王立学園の旧校舎などをイメージしながら聞いてみてください。きっと涼しくなれること受け合いですよ、とのこと。リクエストありがとう。涼しくなりたい時にはいいのかもしれないね。ミュージックフロムブランディッシュ3より沼の回廊です。どうぞ。怖えよドア頭から。本当だ。いや、来ましたよ。はい、これも最初にこう音がキンキンってこう金属音が来た時みんなオフってなるじゃん。来た来たこれっていう。嫌だ。嫌なのかよ。怖い。そう、あのね、これちょっと聞き始めた時にカンちゃんの顔がずっとピタッて固まって動かなくなってスンってする。そう、どうして止まったのって思ったんだ。この曲すごいね。なんか本当にまさにあのね、さっきリクエストのにもあったけど幽霊屋敷っていうイメージっていうのがよくわかる。もう夜の学校とか、うん、もう怖い。でこれさ、なんかプレイしてて、はい、例えばもうほらあのエボリューションバージョンだとちょっと変わるかもしれないけど、はい、それがさこう流れてきて夜プレイしてたら嫌だね、はい、すごく嫌です。ヘッドホンとかでね、なんかもうやってたらまた怖い怖い怖い、もうなんか怖いよ。この単音がまたこう来るんだろうな。はい、すごいね。さやかさん、こういうの平気ですか？割と音はね。あ、本当ですか？音は別に。そっか。ただだからあのそれに事象がくっついてきたら、はい、やっぱりそれはそれでみんな怖いっちゃ怖いじゃない。すごいな、音だけでこんなに恐怖を表現できるんだな。怖かったよ。そう、かんちゃんの顔がずっと固まってたのが怖かったです。このコーナー
ターでは皆様からのリクエストを募集しています。その曲の思い出や感想、こんなところが素敵という部分を書いて送ってください。あなたの心に残っているファルコムミュージックを教えてください。お待ちしています。以上、ファルコムミュージックライブラリーのコーナーでした。ファルコムの作品に関するニュースをお届けするファン必聴のコーナーです。今回のニュースは、はい、いや来週はいよいよ東京ザナドゥ発売、イエーイ、来ました来ました、ということでですね、すで、うん、に皆さんご存知かとは思うんですけれども、そうです、ね、来週はついに東京ザナドゥの発売日です。はい、発売当日となる30日、うん、そして週末の10月3日、うん、4日は、うん、全国各地のショップで店頭抽選会が行われるほか、10月17日、うん、11月1日には、うん、リアルスピカと JDK バンドシータのライブも開催予定です。おー、豪華だね。また11月3日に行われる、うん、立川アニキャン2015にも出展予定と、うんうんうん、今年の秋はまだまだイベントがてんこ盛りとなっていますのでね、はい、詳しくはホームページをチェックしていただきたいと思います。うん、すごいね、盛りだくさんですね、ザナル。本当ですね、うん、9月の30日、10月の3日、4日、それから10月の17、11月の1日、11月の3日とありますんでね、うん、はい、皆さんぜひ遊びに行っていただきたいと思います、うん、そして次回からはようやく SC エボリューションのね、うん、情報もお届けしていけるのかもというね、ことになっておりますので、そうですね、こちらもだんだんこう発売日がやってくるというか、はい、近づいてきますからね、なのでね、こうご期待です。はい、次回も素敵なニュースをお届けするわよ。以上、ファルコムニュースのコーナーでした。ヨシアの空の奇跡ラジオ第10回お別れの時間となりました。はい、10回本当に感慨深いです。まずは、ね、まずここだからね、10回来られてよかった。そう、ここからだから、はい、今ちょうどこうスタート地点から用意みたいになってるぐらいの気持ちでまたやっていきたいなって感じですけれども、はい、です、です、ね、です、はい、まだまだ走っていく感じになって、はい、奇跡描いていきますので、そうですねドヤみたいなドヤ顔になってたけど、さっきの怖い顔からじゃあまだね、普通体読めるんですよ。じゃあ読んでいきましょう。読んじゃおっかな。せっかくなんで、はい。告白長さんからいただきました。はい、ありがとうございます。神田さん、さやかさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。奇跡シリーズでは多くの最強男性キャラクター、かっこカシウスやシグムント、ビクター、マクバーンなどは候補に上がっていますが、はいはい、逆に女性のキャラクターでそういうのはあまりないなと思って考えてみました。そうか、そうだね。まず戦闘で言えば疑いようもなく、うん、青の奇跡で出てくる鋼のアリアンロード、うん、そして彼女に唯一対抗できると言われているセルナート総長が挙げられますが、うんうんうん、時点でキリカやリーシャ、サラ教官が上がると思います、うんうんうん、ですが最近これとは別の最強候補を見つけました。なんと、その人の名はズバリアイナさんです。おや、正真正銘底なしの上ばみ。あ、そういうことね。まさにこの投稿している時FC エボリューションを周回中で、うん、オリビエが穏やかに微笑みながら注ぎ込むのはやめてと懇願するばかりに叫ぶシーンは腹を抱えて笑ってしまいましたしその直後でヨシアがアイナさん最強伝説が着実に出来上がりつつあると言ってしまっているので、うん、ほぼ疑いの余地はないと思います。あー、そうか。でも本当 ね、前頭はもちろんね、そのプロの人たちがいますけれども、そうですね、そうではないところで、はい、字の部分でね、そう人としての部分でね、だって言ってみれば一応エステルも強いからね、 あの洗濯物干すやつ洗濯物干すやつじゃないもう干すは分回すから似てるけどそう、分回すから強いけど、でもそれ以上にやっぱりこのね、あの奇跡シリーズにいっぱいいるんですが、ただね、お酒最強決定戦みたいな感じになると、うん、ちょっとね、すごいのがいるぞっていう。そうですね、セナさんとかも酔っ払うもんな。強いのかな、お酒。誰がアイナさんやってる、カノユイちゃん。どうなんだろうね、一緒に飲んだことはないからな。飲んでみたいな。お、同じ事務所だから飲めばいいじゃん今度。本当だ、サイガさんもジュースで付き合ってください。
知らねえはリアルに強い、うん、あーじゃあこの二人で対決したら知らねえの勝ちだろうな。マジか、特定映像になっちゃうよ変な特定映像になっちゃうどっちが上髪かっつってでその横で私泣いてるんでしょやべえ泣いてるっつってかんちゃん泣いてる怖い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 恐ろしい。ねえでもそういう最強決定戦みたいなのもできたら面白いんですけどね。面白いですよね。それぞれでね、なんかこう何回の分野とかでね、うん、なんか決めてねやって面白いですね。やれたらいいですね、はい、じゃあ行きますか。はい、先ほど5ポイントを獲得しましたルート B さんから来ております。おい、ちょっと面白い情報が、神田さん、佐賀さん、こんにちは。こんにちは。前回の放送でアントン・リックスの話題出てましたね。はい、お二人はアントン・リックスのモデルが誰なのかご存知でしょうか。モデルとかいるんですか。ねえ、だから全然それ言われてえってなったんだけども、はい、もしかしたら知らない人もいるのではないかと思い書かせていただきます。この情報初めての人も結構いると思います、うん、実はこのアントン・リックスというキャラクター、近藤社長の友達がモデルなのです。へえ、おるんやああいう人っていうね。へえ、11月にやったトークショーで社長が言っていたのですが、うん、このような濃い友達がいると毎日が楽しそうですねお二人の友達でこういう奇想天外な行動をする方はいるでしょうかと。よく話題に上がるのは、うん、ティータ役のひーちゃんですね。そうだね、近野さんですね。はい、近野さんですね、うん、近野さん意外と破天荒な、破天荒なキャラクターなので、雨も降らすわ。そう、楽しみにしたら雨が降るから楽しまないようにというか、はい、事務所の人たちが総力を上げてそうしてるのが面白かったんだけど、この間本当に降っちゃうので、なんかゴルフに行くとか、はい、なんか野球のなんかイベントがあるっていう時に、はい、もう全然言われてなくて、はい、全然知らなくて、はい、発表されてて、うん、来るんですってねって言われて、えってなったから事務所に問い合わせたらいや近野さん楽しみにしちゃうと本当困るんで、はい、言わなかったんですって言われたんです仕事だろうと思って本気で隠してるじゃんそう、でも本当にそれを知った後が晴れから曇りマークに変わったらしいよ。いやもうほんと的中するから逆にすごい。そうそうそう、妖怪雨降らしなんて、うん、でも本当だから楽しみにしなかったらっていうのがすごくかわいそうだったから、それさそう、そういうのもありますけど。そうなんだ、でも楽しみにしなければ降らないんだ。あとは自分の利益にならない、だからなんだろう、例えばオアシスみたいに砂漠とかすごいところに雨を降らしてくださいって連れて行っても、本人が例えばもう暑いから嫌だって言っちゃったら終わりじゃん。そっか、そういうもんなんだ。らしいよ。なるほどな、っていう人はいます。います。が、まあでもアントン・リックスみたいな濃いのはいないですよ。そんな、でもそうなんだ、元が ねそこがモデルだったんですね。それはちょっとね面白いなと思いましたけれどもね。ぜひこの二人についても語っていただきたいですけどね、来てくれないかなそうですね、本当に ね本当にね。どうします、これ今回ソラポイント上げてないんですけど、なんか普通歌でこれっつって、その情報面白かったから6ポイントになっちゃうよルート B さんもういいじゃないですか。いいのか、分かった、じゃあ6ポイント、はい、純粋な、超えた超えた超えちゃった、5ポイント超えて6ポイントになっちゃって、もう独走状態です。みんな頑張ろう。よし、頑張っていこう。独走させてるよ頑張っていこう、ね、まだまだこうね追っかけていける人いるんで、はい、ぜひぜひ頑張っていただきたいですけどね。次の放送からは東京ザナドゥの感想とかも意外とあったりとかするかもしれないってことですよね。そうですね、これはね、発売日の後ですもんね。そう、空の奇跡ラジオであるものの、はい、ファルコムのね、そうです、ファルコム作品を紹介する作品でもあるのでね、それもいろいろ聞いてみたいなというのを思うので、はい、お待ちしております。すべてのコーナーへの宛先、います。ソラエボアットマークファルコム -radio.com、ソラエボアットマークファルコム -radio.com です。よろしくお願いします。皆様からのお便りお待ちしております。番組の公式サイトにもいろいろな情報が載っておりますのでチェックしてください。この番組は月2回の配信です。みんなで描く奇跡のラジオ、次回の配信は10月の16日です。それではまた次回お会いしましょう。お相手は神田明美と西上美月でした。また会おうね。この番組はキャラアニの提供でお送りしました。